どうも皆さんこんにちは、アキです。今回はですね、はい、また自作のスターウォーズチックなものを作ってみました。はい、これなんですけど、これはまあ戦車ですね。戦車を作ってみました。この戦車はまあスターウォーズに出てきそうな感じの戦車ですね。はい、で前説明すると、前にちょっとここにね、キャノン砲が2つついてますね。こことここですね。両サイドについてます。はい、それでここ前なんですけど、開くようになってて、銃などがしまうことができます。まあ、小物なら全然しまいますね。はい、次コックピット部分です。まあこの銃はね、ちょっとメカメカしくするためにちょっとね、ここパイプみたいなのくっつけてみました。で、操縦席なんですけれど、人が2人座ることができますね。で、まあ人、ちょっと 中には入れないんですけど、足なら、まあ、立たせることならできますね。中は入れません。で、こうやって閉めることもできますね。で、開ければ人が入れるようになってて、後ろの部分と前の部分に座れるようになっています。で、ここはしまうこともできます。はい、じゃ次ですね、横、さっきも説明したんですけど、ちょっとボコボコしてますね。今日はちょっとね、こういう感じでツルツルパーツを使って滑らかにスースーといくようにしましたね。はい、じゃあ次は後ろですね。後ろはタンクを積んでるようにしました。これですね。それで横は斜めにして、ちょっとね、ピラミッドみたいな形にしました。で、後ろも開きます。ですね、2マスブロックの2マスですね。あの四角いブロック2マス分ぐらいの大きさならしまいますね。例えばちょっとよくわかんないんですけど、こういうの作ってみたんですけど、特に何もないですけど、棒作ってみたんですけど、棒とか入れてしまったりで、ここには取っ手みたいなのがついていて、人をこうやって持たせてできますね。で、後ろは人とかも乗せられますし、まあ結構いい感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひ下のグッドボタン押してください。他にも動画いっぱいあるので、ぜひ見てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。